ましょう。
お願いします。はい、ありがとうございます。あ
どこから来てくれたか。わらら、笑いよる。皆さんがね、どこから来てくれたか聞いてみようか。OK。そうね。じゃあ皆さん、どこから来たか教えてくれるよっていう友達。はーい。聞いてみるか。聞いてみようかね。どこから来てくれましたか。またパイナップル、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 みんなに聞いてみる。パイナップル、パイナップル、何と思いますか。パイナップル、パイナップル、パイナップルと聞こえてますが、正解ですか。正解です。ありがとうございます。じゃあもう一人お友達聞いてみようかね。教えてくれるよっていう友達。あれ。あ、はい。聞いてみましょうかね。はい。これから来てくださいました。静岡県の三島というところから来てくださいました。ありがとうございます。あ、三島にも、はい。静岡県にも来てくださいということで、ありがとうございます。静岡は静岡。静岡は。静岡。あった。あった。なんだろう。なんだそれ。うなぎ？うなぎ？うなぎ。あ、うなぎだ。ということは？絶対わからん。
がとうございます。でもいろんなところからね来ていただいて、うなぎパイとか、うなぎパイ良かったよ、まさかのうなぎパイはね。で、いろんなところに美味しいもの、いろんなパイ分かりました。ああ、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 熊本の美味しかもんば一つだけ皆さんにご紹介しようかね。何をしましょうか、うん、お、ほっぺた、ほっぺがほっぺたみたいに赤くて丸くて、トマト、下から読んでもトマト、お、トマト、ト、トマ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 ト、お前がおかしいんだよ、お前がおかしいんだよ。そうですね、熊本にはああ赤くて丸くて甘くて美味しいトマトがありますのでトマト、あ、はい、どうぞって、どうぞって、はい、トマトを食べてみてください。補足でですね、ぜひトマトはね、熊本県のトマトは生産量日本一、たくさん取れるのはもちろんなんですけども、塩トマトというね、もう甘いね、そうそうトマトもあります。ぜひね、美味しいトマト食べたいし、はい、いや、そういったですね、熊本のいいところがたくさん詰まったくまもん体操というものがありますので、皆さんにお届けしたいと思います。
しょう。何だと思いますか？皆さん分かりますか？足を開いて、おお、すごい、開いて、すごい、何でしょう？ママトちゃん。分かる人？はい。大正解です。ありがとうございます。皆様の足をですね、大きく開いて、開いて石垣を作ります。で、手を頭の上に三角を作って屋根を作ります。見守ってあげてください。ここね。背が低いね。ここ。ママ、あら、ここで。切ってみる。皆さんお手手が長いので、こちらで頭の上で作ってください。では、早速踊ってみたいと思います。準備はよかですか？くまモン、準備はよかですか？ドキドキしてる。ドキドキしてる。落ち着いて。続いてですね、二体とアキレス腱伸ばして、伸ばして、お脇の下も伸ばして、準備はよかですか？何なの？出た長いじゃあ行きましょうかね。はい、くまモン体操ミュージックスタート。まずはくまモンさんのポーズです。くまモンが大好きでよ。よかった。
っていうかね、待ってて、進んでて、待ってて、待ってて。